皆さんこんにちは、渡辺です。今回はお客様に言われた美容室の料金で変なところについてご紹介していきます。僕もね、もう美容室20年やってるんですけれども、やっぱりね、こうお客様に言われてこうハッとしたことが結構やっぱ多かったので、まあその部分をね、ちょっとこう僕の考えだったりとかも踏まえて、ご説明していきたいと思います。まず一つ目なんですけれども、例えばカットしてたら問題ないんですけど、カラーリングだったりとかパーマだったりとか、ストレートパーマだったりとか縮毛矯正だったりとかやるときに、その単品メニューだとシャンプーブローがかかるよっていう感じです。もうシャンプー絶対必須なんだから、シャンプー代は組み込んどいてよっていう感じだと思うんですね。だけどメニューに対して、まあこうプラスでこうシャンプーブローっていうのが入ってくる、これもうつなげといた方がいいんじゃないっていうふうに言われて、まあ確かにそうだなと。で、例えばカラー塗ってそのまま変えられる人って多分なかなかいないし、ストレートパーマをやるときとか、ね、縮毛矯正やるときも、シャンプーをね、自分でやる人もなかなかいないかなと。途中で変えるなんかもうありえないかなとは思うので、まあこの辺の部分もね、まあ確かにこれ織り込んどいた方がいいなっていうふうに僕もちょっと感じました。次に2つ目なんですけれども、まあ美容室行くときってね、大体こう美容師さんのことを指名されるお客様ってほとんどかなと思います。なんですけど、まあ普通に指名するだけだったらいいと思うんですけど、まあプラスして指名料金かかる美容師さんってもいるじゃないですか。じゃあ指名料金かかるのもまだいいと。例えば指名料金かかったとしても、もうやる人ってほとんどアシスタント。これってどうなの？っていうことです。まあ確かにそうだなと思って、ね、その方にやってもらいたいからわざわざ指名料金払ってご来店していただいてるにもかかわらず、まあほとんどねやるのはアシスタント。もちろんね、こう施術の、指示だったりとか、まあそういった部分をね、まあスタイリストのね、その美容担当の美容師さんがやってるのはわかるんですけれども、でも結局ずっと携わってるのはそのアシスタントの方っていうのはどうなのっていうことだったりもするので、だったらもうそのね、指名料を取らないで、まあやってもらった方がいいっていう意見がやっぱり多くいただいてたので、まあ確かに僕もそうだなっていうふうに思いました。まあ、この辺の部分もちょっと変だなと思います。最後3つ目が、ロング料金の設定が曖昧っていうことです。例えばね、カラーを塗るときにね、ボブの方だったりとか、ミディアムの方だったりとか、ロングヘアの方だったりとか、ね、カラー剤を使う量が変わるので、まあ確かに料金が変わるっていうのはわかると。だけど、こっからここだったら、例えばこの差で1000円変わるんですか？だったりとか。なんかその辺の部分が、まあ結構曖昧で、なんかまあ美容師さんも確かに、まあこれだったら1000円かなとか、これだったら2000円かなとか。なんか結構こう曖昧な基準でやってるね方もまあいらっしゃるのかなと思って、で結構ねこういうお客様にもねこういった意見も結構いただいてたので、まあある程度設定をするんだったら、まあここからここだったら例えば1000円プラス、ここからここだったら2000円プラスみたいな、まあ明確にちょっと分かりやすい、まあ、表みたいなメニューを作ってもらえたら、まあより、気持ちよくね、料金払えるかなっていうご意見でした。はい、ということでね、今日はね、美容室の料金体系でここが変だよっていう部分をご紹介させていただきました。で、僕もね、お客様とお話をしてて、やっぱりね、まあシャンプーの部分だったりとか、ね、指名料金の部分だったりとか、ロング料金のことだったりとか、やっぱりね、結構皆さん、多くね、ご意見いただいてたので、まあその中でもね、一番多い3つをご紹介させていただきました。またね、私はこう思うよ、だったりとか、ね、まあ美容師さんにもちろんね、こう言ってもらってもいいと思うんですけれども、まあ言いづらい方も結構いらっしゃるかなと思いますので、もしよかったらね、まあ YouTube のコメント欄にね、いただけたら、またこういった動画を作って、ちょっといろんな方に発信をして、なんか業界が少しでもね、良くなればいいなって思いで、作らせていただこうかなと思いますので、よかったらコメントもください。はい。まあちょっと共感していただいたら、いいねボタンもいただけるとすごくありがたいです。ということで、また、こういった動画もね、作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。